航空機義望団タンデム環状翼機は1909年にフランスで製作された航空機である。タンデムに配置されたリング状の翼を備えていた。飛行することはできなかった。設計者のクロード義ダ団はビルフランシュの自動車会社ベルモレルの技術者であった。タンデム環状翼機は三角形断面の交換構造の胴体の前後に感情の翼を配置した。 感情翼は二重になっていて、外側の翼の直径は3メートル弱で1.5メートル弱の内翼と放射状の板で結合されていた。全部の翼は上下に傾けることができ、後部の翼は左右に傾けることができ、その操作で操縦する構想であった。注目を集め、サイエンティフィックアメリカンの記事にもなった。 50HP 程度のベルモレルのエンジンが装着して試験が行われたが飛行することはできなかった。1980年にフランスの模型製作者エマニュエル・フェロンが模型の飛行に成功し空気力学的には飛行が可能であったことが示された。ありがとうございます。